どうも、ひとつき満札の清水です。複雑さを生きる復刊プロジェクトですね。いよいよ明日まで特別価格という形、2月末というふうにお伝えしていたんですけども、清水さんですね、2月末がですね、今月うるう年でして、でしかも休日だということで、まあ、29日の入金っていうふうにすると明日28日も今日ですね、今日28日でおしまいになっちゃうんで、まあ、28日の土曜日に入れるとですね、3月の2日に入金になりますんで、3万円で特典動画12時間付きをもし欲しい方がいらっしゃったら、まあ、土日の入金で3月2日に入金が確認された人までを特別3万円の価格で、販売するという形になっています。で現在ですね、非常に多くの人がお振り込みをしていただいていて、まあこれ振り込まれた利益はですね、安富さん の研究費に東大で私寄付するんですけども、大変嬉しい。やっぱり安富さんですね、これだけいい本を書いてですね、100万円くらいしか多分もらってないと思います、岩波書店から。でなんかそんなんじゃね、やっぱ分厚い本書く気なくなっちゃうんで、やっぱしっかりした本をしっかり書いて、著者に数百万円入るような仕組みを私作りたいと。でそれに賛同していただける方がこんなに多くいるということをですね、非常に私は心強く思っています。歴史を動かす本というのとか、歴史に残る本というのはですね、ベストセラーではないんですよね。多分ですね、5年前に100万部売れた本ってみんな覚えてるかっていうとですね、覚えてる、ね、10年前に100万部売れた本って何だと思うって考えるとですね、覚えてないと。でもマルクスの資本論は覚えてますよね。マルクスの資本論は初版たった2000部だし、確かルソーの社会契約論も700部。コロナウイルスが、コロナウイルスが、石英知恵ってこうですよ、まあそれはさておき、ニュートンのプリンピッキーは確か100部とかしか売れてない。でも歴史に残ってるわけですよ。であれがですね、ニュートンがですね売って、印税がですね2000円でニュートンのプリンピッカーが売れてですよ、これぐらいで。で100部だから、200円 ×100 だと2万円なわけないんですよ。すんごい高い金額で売られてましたから。ってことは今の出版のモデルだと、いい本を書こうと思ってもちゃんとした価格で売れないということになるんですよね。だからそれだと著者が応援できないので、まあ私多い時は月1500冊くらい読んでるんですけども、これはっていう著者にはいい本を書いてもらう仕組みが作りたいと。で500部とかね、1000部しか売れなかったとしても、まあ、皆さんがしっかりお金をね、高い金額で3万円で払ってくれたおかげで、その著者にきちんと多くの印税が入って、よしまた書こうというふうな気持ちになるというふうな形にしていきたいんですよね。まあこれ今回安富さんの本ですけども、宇賀谷さんとか本間さんの本とかもすごく大事なこと書かれてますよね。でも例えば宇賀谷さんとかだったら、原発の取材とかね、続けていくときに、やっぱ大衆消しする本を書けなくなるわけですよ、真実を書けば書くほど。じゃあ1000部しか売れなかったとしても、まあ、今の価格帯でね、宇賀谷さんが新書で1000部とか出したとしても800円とかだから、80円かける1000部だと驚きの8万円、原発取材して8万円とかありえないじゃないですか。そういうのってやっぱり世の中に正しい情報で伝わっていかなくなると思うので、やっぱそういう状況も変えていきたいと。少しでも微力ながらこの社会に対してそういうふうに変えていく活動ができたらなという思いでやっています。まあ、そんなわけで、まず、まあ、今は安富さんの本を紹介してますけども、とりあえず特典動画付きと、特典動画12時間ぐらいある、もうすごい大変、私も一緒に頑張って撮りましたけど、それと、この本、再刊されたやつ、復刊したやつをですね、2月末まで3万円という話をしていましたが、とりあえず3月2日まではという形で延長したいと思います。まあ、そしてもうすでにお買い上げいただいた皆さんに対してはですね、本当に感謝の気持ちばかりです。本当にね、私もうつ病がだいぶ良くなってきたとはいえ、本調子ではないですが、なんかちょっとやってよかったなというふうに思ってます。皆さん本当にありがとうございます。まあ、そんなわけで今日も特集。